おっす、皆さん、The Goods and Night Vision です。今日の Night Vision の話は、クライプンステーションのナイトキャップ。ナイトキャップはだいたいヘルメットがよくサポートがあるとけど、ちょっと硬いと大きいと思いのやつ。それより帽子がすごく軽いけど、ちょっとふわふわとサポートできないと、その2つは、コンビすれば、ナイトキャップになります。ナイトキャップはだいたい帽子みたいのなんとかな、その暖かいの、ふわふわの、キャップ。それと、帽子のストラップもこっちにあるし、と、だいたいヘルメットのストラップとかサポートにありますよね。じゃあ、このことは、だいたいこっちにとったらすごく小さいので、コンパクトに袋に入れるとか、やりやすいですね。じゃあ、一回これを取りますね。でも確かに、ヘルメットが一番ずるらしいけど、ちょっとだけトレーニングがやってるなれば、ヘルメットが、まあ安全ですけど、確かに頭よりよく大きいですよね。それと重さもあるし、でも、イヤープロとか、いろいろ必要もの、ライトとかは簡単に乗せると、使いやすいですね。でも、暑いの時とか、タルのトレーニング、それと、なんとか、ハイキングにすると、いっぱい歩くと、もしかしてただの軽いので、ナイトビジョンの確認するの時に、ヘルメットよりもうちょっと軽いの、首を守るのためにこともありますよね。それでナイトキャップがあるですよね。ナイトキャップはよくメッシュ。それで暑いのことはあまり問題ないですね。この、なんだ、シュラウドは別売りのやつですから、この中に、好きなバージョンで3つ穴とか4穴ぐらいにこっちに準備しよう。ライトで見たらこのテフトンのこの強いの、プラスチックみたいなやつが入ってるんです。こっちにも穴にあるのでライトつけたら見やすい。それでこのファブリックに穴にカッターで取ってネジ入れてそのままでできますよね。このシルバーのネジはちょっと違う。いつものよりもうちょっと長い。このファブリックの隔離の、もっと短いかも。ま、ちょっとだけ違うですよね。この用のために、こちらプライベート人。これがただふわふわのパディング。これが、そのままでデコにパチンすると、それでナイトビジョンが硬いのものが、デコぶつけられないのためでしょうね。残り、上のはこのマジック、テープのバンドで、この前と後ろのサポート、横と横のサポート。後ろはこっちにパッチがあるけど、このパネルはちょっと下がるのバッテリーパックができるので、それやらないと、これはそのままで頭の上に乗せる。もうその特別パックに使ったら、もっと後ろとバランスが良い。この、もし大きいの NVG、ANVS6 とか、Q に使ったら、こっちにもバッテリーパックのタネルもあるので、それこれはもし必要なれば、これに入れて、と、トントン、どんどん続けて、前に行って、一つの手で難しい。やっぱりテーブルが欲しいな。そうそう、これで使ったら、バッテリーパックも使いやすいです。と、後ろ、重さのバランスが関係ないならば上でも大丈夫ですよね。バッテリーパックをできますよね。その以外に中にはそんなにいっぱいのことがないけど、それでこれがよく安いでも超軽いとパッキングやりやすいと、もし超チェストリグと超軽いの、ナイトビジョンちょっと確認しないといけない。いつもよりちょっとこれをかぶって、こっちにはすぐにクリックして、軽いのやつ、レプリカとかいろいろあまり問題ない。それで、ロシアのゴーストハンターの NVG がよく使いやすいから、そんなに重くない、でもそんなに軽くない。でもバランスが悪くないさ。それで一発に、ナイトビジョン準備しよう。これつけて、それからどちらだ、これか。こっちにもクリックして、入れて、あれ、パチン外れ。よく確認しないと高いものが壊れ物になる。と、ドン、準備 OK です。それ、もし、安全のために、いつもシューティングもすると、ナイトシューティングになれば、メガネも使えないといけない。
それと騒げはあまり関係ないけど、本物なればシューティングのプロテクションも必要ですよね。これもパチンして OK、 聞こえるのかな。おお、大丈夫大丈夫。ところでもう準備 OK ですよね。プシュッ、ああちょっと OK と、それで必要な時そのままでビジンとシュッ確認できます。でもそのヘルメットのライトとか、これも別に使えるの、イヤープロテクションとか、もうちょっといっぱいの必要ことがあれば、これがそんなにできないので、でもすぐに軽いので使いやすい。と、これでいいさ。別の売れるものとかは大体あるので、もう大体 GoPro だけに使っているでも、GoPro でもビデオ撮れるの使いやすいと、このパーディングはちょっとだけ頭を守るのですね。これは本当に素晴らしいね。左の目の確認とか。ナイトビジョンがやっぱり大好き。グッズアナイトとナイトビジョンのギャグがやりやすいで嬉しいなと思ってた。でもどんどんこれがちょっと重くなるとか、でもだいたいこれが正しいセッティングすれば全然問題なし。この重さは頭が痛くならない。ちょっとおかしいなれば、最初にはやったと 100% じゃなかったから、その時にちょっと頭がなんか痛いなと思ってた。でもやっぱり正しいセッティングすればあまり問題ないですよね。と、終わった時に、あれ消されないのかな。 OK、 でも必要ないとそのままで取って、とちょっと使いやすいでしょうね。パチンと終わり。もうデコ、今日はジメジメ、ちょっと汗、もう本当に使いやすいのやつ。そう、興味あるの人は、これはだいたいアメリカの値段は7000円ぐらい。と、超素晴らしい。それ、これは別売りから。これ、本物なれば使ってる。本当に高いけど、レプリカのものが壊れやすいと、高いのナイトビジョンが壊れたらちょっと寂しいですから、それはよく、守るのために本物がよく使ってますよね。と、大体その感じです。それ、IR ライトがよくヘルメットにセッティングするで使いやすいけど、これが IR ライトがこの月の弱いのやつだけから、銃も IR ライトをつけてないと、古いのジェネレーション1のナイトビジョンがちょっと使いにくいですよね。よいしょ。と、レビューは大体そのままで、本当にかっこいいの、ちょっとね、黒とか重たいキャムだけがあるの、この茶色。一番好きのカヤティブラウンドはあまりないですよね。レンジャーグリーンもないからちょっと寂しいけど、黒でもかっこいいですよね。夜に使ってる、ちょ、古いの、なんだか、忍者とか、SF みたいの感じる。で、悪くないですね。それと、そのバッテリーパック使ってないなれば、そのままで、モラルパッチでも使ってもいいですよね。このチンスラップはそんなに、特別なヘッドロックのタイプじゃなくて超普通のバンド。でもこれは正しい、全部は正しいセッティングすれば、長くでもナイトビジョン使ったら頭痛くならない。でも、ヘルメットがまだ一番最強ですけど、今みたいのジメジメと、これで帽子で使ったらいいでしょうね。と、ナイトビジョン以外でもファッションの感じるでも大丈夫かもしれない。でも本当に意味あるがわからないみたいですよね。まあ悪くない。でもこのスタイルなれば、この耳がこんなに出すがちょっと恥ずかしいけど、イヤープロも使ったらいいけど、それから長い髪の毛で大丈夫と思います。じゃあ質問とかなんとか興味あるのことなれば、コメントで聞いてみろね。そのまでマジックテープ、マジックテープと、これがよく取られないですよね。一回カットするとそのままで終わりみたい。それから新しいの入れたら47に使ったら、新しいの帽子が必要か、そのままで穴が見られるは問題ないなれば大丈夫ですよね。でもよくジョットのやつ、どう、いつものクライプロシージュの本物のテープ入っています。じゃあリビューはそのままですよね。じゃあ皆さんお疲れ様です。ビデオ見てたありがとうございます。と、登録者いつも感謝です。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ皆さん、お疲れ様です。と、ナイトビジョンシューティングの興味、
もっともっとナイトビジョンチューティングのビデオを作りたいけど、どんどん時間かかるみたいですよね。それのいっぱいの練習と、どうでカメラとナイトビジョン使えるはまだ確認と準備しているから、パッチリになったらいっぱいのナイトビジョンシューティング、動画も作ります。じゃあ皆さんお疲れ様です。また今度サバゲしようね。バイバイ。